どうそっちを開ければいい。はい。そっちを開ければいい。開いていれば発電から向こうまで。でこれは別なんで。ガムテープ、ガムテープじゃない、あの養生テープ。食材じゃなければ大丈夫。私たちの財産なんだ。ちょっと遅いねって、テープもらってくる、はい、ごめん。養生テープってともこさんが持ってたってことはい、皆さんお疲れ様です、コロナウイルスの影響でまだまだ、集会やデモなど、なかなかできない状況になりますが、そうした中で、今日の抗議行動にお集まりくださりどうもありがとうございます。私は本日、司会を務めます、都民を辺野古埋め立て国会法実行委員会の野平と申します。よろしくお願いします。本来国地方係争処理委員会は地方自治の砦であり、国と地方自治体の対等な関係を担保するための存在だと私は理解しています。しかしそうした私たちの期待を裏切る判断を今月19日国地方係争処理委員会は下しました。農水省が沖縄県に対して政府が進める産後省の、移植をするにあたってその許可を沖縄県に早く出せというふうに、要求しているわけですが、これを早く、県が出せと農水省が指示したことが、合法であるという判断を、下しました。これが合法だと言えるんでしょうか。そもそも沖縄の民意は辺野古新基地建設に反対ということは明らかです。でそうした中で政府が基地建設にあたって出したある意味条件の一つが、サンゴは守るということだったはずです。しかし実際サンゴは守られていません。移植もうまくいってません。でそうした中でこの、サンゴ移植の許可を出せと指示したことが合法だという判断の根拠はどこにあるんでしょうか。私たちはもともとは本日ですね、この国地方係争処理委員会に本来の使命を果たせ、公正中立な判断を下せと、そのことを要請するために今日集まるということを予定してました。そしてその要請をするために全国から署名を集めてきました。しかし19日にそうした私たちの期待を裏切る判断が下されたということで、急遽本日は行政行動ではなく抗議行動にすることにしました。後から詳しい報告がありますが、総務省の大臣官房政策評価広報課に私たちが集めた、署名、2528団体の署名を、提出しました。でこの署名を係争処理委員会に渡してほしいというふうに要求しています。それでは今日の、抗議集会はですね、まずシュプレヒコールから始めたいと思います。皆さんに、お渡しした資料に、シュプレヒコールが書いてますので、それを見ながらコールをお願いします。多少長いですけども、よろしくお願いします。シュプレヒコール。
国地方係争処理委員会の不当審査を糾弾するぞ。創設期の役割を放棄した係争処理委員会を許さないぞ。地方自治を否定し国の言いなりになった係争委員会は八王子で、農水省と防衛省が一体での沖縄介入に抗議するぞ。政府は工事困難な辺野古新基地建設を断念しろ。新基地建設の税金無駄遣いをやめてコロナに回せ。沖縄差別を許さず沖縄の平和を目指し共に戦うぞ。辺野古新基地建設反対。辺野古の海を落とし穴埋めるな。世界一危険な普天間基地を即時閉鎖し撤去しろ。首都圏から沖縄と連帯し勝利するまで戦い抜くぞ。はい、ありがとうございます。それでは、連帯挨拶として、総係行動実行委員会の方を代表して、平和フォーラムの勝島和弘さんに挨拶をしてもらいます。勝島さん、よろしくお願いします。皆さん、こんばんは。日頃から止めよう辺野古ベタで国会法維実行委員会の皆さんには、沖縄県と連帯し辺野古新基地建設阻止をはじめ、さまざまな沖縄課題について省庁交渉や集会開催など、私ども総係行動実行委員会と連携した取り組みを進めていただいていること、このことにまず感謝を申し上げたいと思います。加えて今日は行政行動を公員行動に切り替えた取り組みを開催をいただいたこと、心から感謝を申し上げたいと思います。さらに2週間という短時間にもかかわらず、団体署名2500枚、このことに協力をいただいた全国の関係者の皆さんに重ねて厚く御礼を申し上げたいと思います。ご紹介をいただきました勝島です。総係実行委員会を代表して一言ご挨拶を申し上げたいと思います。さて、6月7日投開票で行われた沖縄県議会議員選挙で、これまでの数々の選挙で示された基地はいらないという民意が改めて示されることになりました。しかしどうでしょうか。安倍首相は断るごとに沖縄の心に寄り添うと口では繰り返しながら、その実態は沖縄県民の意向を踏みにじるとともに、法をねじ曲げ国土の 0.6% の面積しかない沖縄に 70% の米軍占領施設を押し付けてきています。そして今日では辺野古新基地建設を強行するとともに、南西諸島へのミサイル配備をはじめ軍事強化を進めてきており、これ以上沖縄への基地負担を断じて許すことはできません。そして6月19日、国地方係争委員会は農水省の指示を取り消しを求めた沖縄県の申し出を退けてしまいました。この結論は、まずは地方自治に対する基本的理解を全く欠いた結論と言わざるを得ません。そもそも1999年の地方分権改革によって、地方と国の関係は垂直的な関係から水平の関係と言われるように、国と地方の関係が対等なものに
大転換をされてまいります。そして今回問題となったのは、農林水産大臣が沖縄県に対し防衛省によるサンゴ採取を許可するよう指示したことについて、県は違法な国の関与だと主張していたものが、国地方係争委員会によって違法ではないと結論付けられたことです。しかし皆さんどうでしょうか。地方気象では国の関与を必要最低限のものとするとともに、地方公共団体の自主性および自立性に配慮されなければならないと規定をしています。今回の国地方係争委員会の産業採取許可の結論は、まさに地方自治への理解も薄く、法を乱用して工事を強行する安倍政権を代弁したものであると指摘せざるを得ません。そして今回のように全面的に国の政策に地方が従うのであれば、国と地方を対等とする地方自治の政府精神は滅んでしまうこと、かつ1999年の地方分権改革に逆行するものであり、強く抗議するとともに、辺野古新基地建設を阻止する戦いは、まさに民主主義、法治主義、そして地方自治を取り戻す戦いとしても取り組んでいかなければならないというふうに思います。また今週6月23日、沖縄は太平洋戦争末期の沖縄戦で尊い命を落とされた20万人を超える人々を悼む慰霊の日を迎えます。本日の集会で参加者の皆さんと共に、県民の4人に1人が犠牲となった惨劇に思いを馳せるとともに、私ども総係実行委員会は引き続き沖縄との連帯を強化をし、国会法医実行委員会の皆さんをはじめ多くの人々と固くアンケートをし、辺野古新基地建設阻止、安倍政権打倒に向けて奮闘していくこと、このことをお約束をし、全体の挨拶としたいと思います。どうに頑張れそう。一島さん、ありがとうございました。続きまして、サンゴ移植許可申請の経過について、国会法実行委員会の木村さんに解説していただきます。木村さん、よろしくお願いします。どうも、ご苦労様です。検証委員会の今回の決定と、あと国と地方の関係については、先ほど総係を代表されまして、勝島さんの方から非常に分かりやすい報告がありましたので、割愛させていただきます。私はこのサンゴ移植をめぐる問題の経過について若干報告させていただきます。皆さん、日本政府は大浦湾の軟弱地盤を埋め立てるその改良工事を行う前提としまして、昨年の4月と7月に美しい約4万群体のサンゴを採捕して別の場所に移植する、そのための許可を沖縄県に申請しました。しかし沖縄県は世界でも例のないこのサンゴの移植、技術的にも全く不可能である、何度も何度も防衛省に計画を説明し、本当に移植が可能なのか、その具体的なデータを含めて出してくれと何度も何度も請求したにもかかわらず、防衛省の答弁は全く不十分でした。多くのサンゴの専門家が指摘しますように、移植した瞬間ほとんどのサンゴが死滅します。ですから沖縄県の判断は故意に防衛省の申請を引き延ばしたわけではなくて、極めて科学的な立場から、そして世界有数のサンゴを守るその立場から慎重に慎重に時間をかけて審査を続けてきました。でこともあろうに、防衛省は4月21日に軟弱地盤の設計変更を申請しました。これに対して国地方係争処理委員会は何て言いましたでしょうか。すでにその前の2月3月に農林水産省が沖縄県に対してサンゴの採捕を許可しろと、それを言った時点で
設計概要変更申請の内容については分かってるだろうと、つまり沖縄県はあの7万本の杭を打ち込む工事をするならば当然サンゴは殺されるし移植自体がそもそも不可能だと、そういったことでもって判断を不備しました。でそれに対してさっき言いましたように、すでにその時点で防衛省の計画について沖縄県は分かってるだろうと、にもかかわらずずるずる引き伸ばすのは地方の不作為だと、そういった形でもって農林水産省は沖縄県に対して一日でも早く許可するよう命令を出しました。でこれに対して沖縄県は国地方係争処理委員会に審査をしてました。この決定については先ほどありますように国地方係争処理委員会が国の異常な地方への介入についてはきちんと公正中立な審査をし、国と地方の対等平等の関係をきちっと制度的に位置づけていく、その本来の役割から大きく後退したものであり、絶対に許すことはできません。さらに皆さん、去る5月12日の国会の答弁で沖縄選出の国会議員の質問に対して総務省はこのように答弁しました。今回の3号の移植の件ですけれども、行政事務処理機関の標準処理期間が過ぎた後も沖縄県が判断をしなかったとしても、直ちに沖縄県のやっていることが不作為が違法に当たるものではないと答弁しました。すなわち総務省からすれば沖縄県が慎重に審査をして判断を保留していることは何だ問題ではないとの、そういった結論を総務省は出しています。しかし国庁係争処理委員会は何度も言いますけれども、防衛省の言い分を全面的に受け入れて国の沖縄への基地の位置づけを追認する、そういった機関になり下がりました。皆さん今回のこの件ですけれども、遡って2015年に小長知事が埋め立て承認を取り消しました。そして2018年には玉城知事が埋め立て承認を撤回しました。これに対して防衛省は国地方係争処理委員会に審査を申し出ました。当初は国地方係争処理委員会は防衛省が行政不服審査を使うのは委員の中でも認めるか認めないかで決定が分かれました。ですから防衛省が主審であるかどうかについては明確な判断を出すことを避けました。しかし皆さん、玉城知事の撤回については昨年の6月にご存知と思いますけれども、国地方係争処理委員会が初めて国の機関の防衛省の一般主人と同じ立場に立つことができると、その根拠は組み立ての申請したことによって沖縄県から審査を受けて許可を受ける権利を制限される、そのことでもって防衛省も一般市民と同じ立場に立つことができると、本当にとんでもない解釈ですよ。行政不服審査法7条2項は国の機関はこれを明確に伝えることが使うことができないと明記しています。それを国地方係争処理委員会がそういった結論を出したことを受けて、福岡高裁の支部でも同じ判決が出て、そして今年の3月26日に最高裁でも同じような判決が出ました。先ほどから言われていますように、国庁係争処理委員会がこの沖縄の問題をきっかけにしまして、これは単に沖縄だけの問題ではなくて、このように国の地方への介入を全面的に認めるならば全国でも同じような問題が起こることは確実です。そういった意味で私たちはこの問題は単に沖縄だけの問題ではなくて地方自治の問題、そして全国の地方自治の問題ということでもって、これからも沖縄県の玉城知事を支援し、そして全国の皆さんと力を合わせて戦っていきたいと思います。沖縄は決して屈しないという固い決意でもって頑張っています。辺野古反対の戦いはこの全国に広がっています。これからもみんなで力を合わせて共に頑張っていきましょう。今日どうもご苦労様でした。木村さん、どうもありがとうございました。ここで、
沖縄から、平和運動センターの、山城博之さんとつながってますので、山城さんのお話を伺いたいと思います。もう準備はよろしいでしょうか。Thank you.
あるいは、官邸前、そして、私たちの団体名にある通り国会法人の、デモなども行っております。で、今はこのコロナの影響でなかなかそういう大きな、抗議行動はできないと言いますけども、収束しましたらできるだけ早くまたそのような大きな、行動もやっていきたいと思います。実は、前回国会法案した時ですね、まだ赤字がありまして、その赤字を埋め、そしてさらなる今後の活動を続けていくためにも、資金が必要な状況です。皆さんも今コロナの影響で厳しい状況になるかと思いますが、もし、可能な範囲で協力いただけるのであれば、カンパをご協力いただきたいと思います。よろしくお願いいたします。続いて、今日、先ほど、お話ししましたが、総務省の大臣官房政策評価広報課の方に、公務員と署名を提出しました。で、その現場に実際行かれた中村俊也さんからその報告と私たちの抗議文について、紹介していただきます。中村さん、よろしくお願いします。はい、皆さんどうもお疲れ様です。先ほど紹介していただきましたように、6時に、これまで皆さんに集めていただいた団体署名、2528通と、そして、本来であれば、警察協議会から行政書ということで、出す予定のものがですね、先ほど報告がありましたように、もうすでに、結局したということに受けてですね、抗議文をですね、提出をしてきました。6時までに来ないといけないということだったので、この週間の始まる前に提出をしてきました。簡単に報告をしていきたいと思います。先ほどの、皆さんにはですね、資料をお配りしてますので、まず今日先ほど提出してきた抗議文についてですね、まず私の方から改めて読んでいきたいというふうに思います。国地方経産省委員会による辺野古沖の産業諸島をめぐる農水省による県営の許可指示を無効ではないとの結論を急断する、止めよう辺野古埋め立て国家法実行委員会、3月19日国地方経産省委員会は辺野古新基地建設をめぐり、農林水産省が埋め立て予定地に生息する三宝類の特別採取を沖縄防衛局に許可するよう沖縄県に是正を指示したことは違法ではないと認め、沖縄県の申し出を却下する不当な結論を下しました。委員会は農林水産大臣の指示は沖縄県が沖縄防衛局から出された許可申請について標準処理期間を過ぎても許可するかどうか判断せず、
迅速とは言い難いとして、是正指示は違法ではないとしました。沖縄県が審査に時間をかけていたのは以下の理由からです。第一に、審査の対象となっている産後林約4万分担については11ヶ月の短期間での前例のない規模での最終申請であること、第二に、農水省から是正の指示が出た時点では軟弱地盤改良工事のための設計概要の変更申請が行われておらず、最高許可の必要性や妥当性については審査ができず時間を要していたこと、第3に、移植技術は未完成であり沖縄防衛局からの資料をもとに移植計画について慎重に審査しましたが説明は不十分だったこと、第4に、埋め立て承認撤回をめぐる裁判が係争中であることからであります。このように許可処分を交わさないことが法令に違反し、著しく適正を欠き公益を害する迅速さに欠けるとの農水省の指摘は全く当てはまりません。総務省は5月12日の国会で行政事務処理期間の標準処理期間45日が過ぎた後も県が判断をしなかったとしても直ちに作為が違法にあったところではないと答弁し、直ちには問題にならないとの見解を出しています。さらに沖縄防衛局は埋め立て承認については行政福祉審査法を悪用し、いわゆる資金になりすまして国土交通省に審査を申し出てきましたが、今回は申し出がない段階で農水省が是正を指示しました。これは農水省が防衛省と一体となった地方自治体の引き過ぎた介入です。沖縄県の対応は沖縄県漁業調整規則の定めるサンゴの採捕を禁止し繁殖を保護する場合に例外的に採捕できるに基づく正当なものです。地方自治法上最大限に県の判断は尊重されなければなりません。今回の国地方係争処理委員会の結論は国と地方が対等な関係であり、国の地方への関与は最小限でなければならないとする地方自治の趣旨から遠く逸脱しているものであり、断じて許されません。農水省による県へのこれまで以上の介入を要求するものです。また承認の撤回に関して防衛省を支持と判断する前代未聞の結論を出して県の申し出を却下したことに続く国の追認機関です。私たちは国地方係争処理委員会が国と地方の係争について公正中立な立場での審査を行わず、創設時に期待された役割から後退し、国の地方への介入を容認し地方自治を否定する追認機関になり下がっていることに強く抗議します。2020年6月26日、はい、今日の抗議文をですね、読み上げて、提出をしてきました。担当窓口はですね、政策評価広報課という部署だそうなんですが、そこの辻元さんと渡辺さんという職員の方が検討しました。で、あくまでもですね、これは一応窓口は総務省の担当見どころなんですけども、あくまでもこの抗議文及び署名はですね、係争処理委員会に提出するものだと。必ず係争処理委員会に渡してくれと。一方と念押しをして、了承を得ました。そういうことをですね、とりあえずご報告をしてきています。皆さんの声がですね、検査処理委員会に届くようにですね、これからも注目をしていきたいと思います。以上です。ありがとうございました。中村さん、どうもありがとうございました。それでは参加団体からのアピールを受けていきたいと思います。最初に、平和フォーラム、共同代表の藤本さんからお願いします。皆さんこんばんは。
沖縄の美しい海を、美ら海を守る、沖縄のサンゴの海を守る、これが沖縄の人々にとって何を意味するのか。沖縄の人々は長い長い歴史の中で沖縄の海とともに沖縄の海の恵みを分かち合いながら生きてきました。海の民として、あの東シナ海のあの島の中で海の民として海とともに生きてきました。その海を守る、当たり前のことではないでしょうか。そしてこの豊かな自然の海は沖縄の人々の大きな大きな財産で、沖縄の人々の豊かな未来を作り出す資産なんだと、そういうふうに思います。その海を守る、何がいけないのか、そのことを国が国の都合で押しつぶしていいのですか。沖縄の豊かな未来を保障するこの自然を国の都合で潰していいのですか。沖縄には米軍基地が、米軍基地がある。沖縄は基地が生み出す犯罪と事故と命の脅威を国によって押し付けられてきました。地方自治の本旨は何ですか。地方のことは地方が決める、その生活している住民が決める。そうじゃないです。沖縄の人々はその海と共に生きていく中で沖縄の素晴らしい文化を作り出しました。自然の豊かさの中、その豊かさとともに沖縄の文化は生まれてきたんだ。それがなかったら沖縄の文化は生まれてこない。沖縄の民族のあの美しい言葉や、全て海とともに自然とともに作り出されてきたんではないですか。亡きオナガ知事が言いました。沖縄のアイデンティティっていうのは何なんだ。沖縄の人々は自分たちのその美しい自然の中で自分たちのアイデンティティを感じて、そして沖縄民族として琉球民族として生きてきたのではないですか。国の都合で、国の都合で潰されてはならない。国地方清掃処理委員会、沖縄の気持ちに応えなさい。沖縄の民族の気持ちに応えなさい。そのことを大きく訴えて全体の活動を発揮されます。最後まで頑張りましょう。藤本さん、どうもありがとうございました。続きまして、沖縄一粒帆船地主会関東ブロックの青木さんからアピールをいただきたいと思います。青木さん、よろしくお願いいたします。反対普通よ正義の神奈川国地方平等処理委員会の委員の皆さんに心から満腹の怒りで抗議します。国地方係争処理委員会、あなた方は沖縄の声を、県からの訴えをどれだけ真摯に受け止めて審議をしたのでしょうか。サンゴの移植の問題について
専門家の意見を聞きましたか。まとまってそのこともなしに沖縄の訴えを比較するとは根拠もない無責任だ。私たちは絶対に許さん。防衛省、農水省、国土交通省、そして官邸、沖縄に基地を押し付け、沖縄の命を踏みにじって、暮らしを踏みにじって、あなた方はそれでいいと思って、のほのほと暮らしている。沖縄は今、70% 以上の米軍基地を押し付けられ、日夜、基地被害、米軍基地被害に苦しめられている。上からは無人機が落っこち、軍用機が落っこち、地上の川からはPFOSが流れて、私たちの体は汚染されています。あなた方、民主主義と言われるこの日本の先進国と出している農水省、官邸、国土交通省、防衛省、あなた方に人の命の重みが分かるでしょうか。今、イージス・アショーについて秋田と岩国の方で中止したという発表がありました。2025年多額のお金を費やして時勢が移り変わっているかもしれない。それで中止したそうです。ふざけんな。沖縄の辺野古をどう思ってるんだ。2030年以降2兆円とも3兆円とも言われるお金をつぎ込んでもまだ完成しないような辺野古の新基地建設、一刻も早い世界一危険な普天間基地の移転先として唯一と言い続けて、私たち国民、沖縄、世界を騙し続けている日本の政府の在り方に満腹の怒りで私は糾弾します。ふざけんな。一日も早い普天間の基地を移転するならば即せよ。普天間基地は日本に人々が収容所に入れられている間に違法に作られた基地だ。米軍が私たちの普天間基地を住民を広げて違法に作ったんだ。そこに無条件に全面返還するのは当たり前である。そしてまた今辺野古の軟弱地は2つの活断層を含めて米国機械でどんどんされ始めました。ほら見ろ。それに対して菅官房長官の言葉に私は許し難い。辺野古の新基地建設は法律に沿って環境に配慮して着々と進めているというふうな発言をされました。どこが法律に沿って作っているんだ。全てが違法じゃないか。岩礁破壊から始まり埋め立て土砂の問題、辺野古は元向こうの問題、事故の問題、あなた方は真っ赤な嘘を尽くして沖縄の人を踏みにじって辺野古の新基地建設を作っているんだ。私たちはそれに心の底から糾弾し絶対に許さないということを今ここではっきりと明言する。沖縄は決して諦めない。沖縄中を教えてはダイブランド、バッターやマンジュみんなと連帯をしてマンジュ勝利するまで戦い続けます。以上。青木さん、どうもありがとうございました。政府が阿蘇を見直したように日本政府に対して辺野古の見直しも迫っていきたいと思います。続いて共同センターの安保法規実行委員会からアピールを受けたいと思います。山田さん、よろしくお願いいたします。皆さん、ご苦労様です。
安保覇気中央実行委員会に参加しております富士民主クラブの山田と申します。今日はこの係争処理委員会への強制行動ということで、皆さんから呼びかけられました要請書面、これを集めて提出し、今日ここでその要求を突きつけようとして参加しているつもりでした。それがこともあろうに19日に申請を出し、国もそして農水省も防衛省もともに県に対して全く理不尽な決定を下しました。私たちもこれに対して断固抗議したいと思います。辺野古の新基地建設は防衛省も認めたように変更の工事の変更を出さざるを得なくなりました。工事の期間は12年、そして工費は9300億円、これは政府の試算ですけれども、県の試算によっては2兆5000億円とも言われる。そして工事完成はこれまた見通しの立たない、そういう状況にあると思います。そして何よりも大切なのは辺野古の海の自然、豊かな自然を壊すこのサンゴの最後、それからジュゴンが住む海を埋め立てる、こうした自然破壊には全国また全世界の皆さんも抗議の声を上げていると思います。私たちは戦後75年ずっと沖縄は基地を強いられてきました。また日米安保条約発効60年の今日、条約は一言も変更されていないにもかかわらず、沖縄をはじめ全国の米軍基地、また自衛隊との合同の基地強化が進んでおります。この節目の年に沖縄の基地を返せ、そして平和な国に、平和な沖縄になるよう、皆さんと共にこれからも頑張っていきたいと思います。共に頑張りましょう。山田さん、どうもありがとうございました。続きまして、全労協の大森さんからアピールを受けたいと思います。大森さん、よろしくお願いいたします。総務省前に結集された仲間の皆さん、大変ご苦労様です。ただいま紹介いただきました東京全労協の実況を知ってます大森と申します。よろしくお願いします。全労協は全国全労協も東京全労協も、まあ、ほとんど組織では同じなんですけれども、沖縄の反戦平和の立場から沖縄と辺野古新基地建設断固反対、沖縄県民と共に戦うという平和運動の中での大きな柱として取り組んできております。まあ、今年はコロナウイルスの関係もありまして沖縄平和交流も取り組むことができなかったんですが、まあ、中止延期というふうな対応を取らせていただきました。数を絞って秋にもう一度チャレンジできるかどうか今検討しておりますので、まあ、ぜひ現地の戦いの一緒にできるような構造になればと考えているところです。で、まあ、正直なところコロナウイルスの影響で労働組合はかなり爪痕がでかいとは思っておりますが、まあ、6月7月ということで徐々に現場での戦いも展開されてきております。6月6日には米軍横田に対する集会でも100人が結集して取り組んできました。まあ、これから徐々に活動はできるというふうに思うんですが、まあ、急に一気に地域に出るというふうにはならないので、まあ、皆様のご了解をいただきながらじわじわ支援活動を強化していきたいと思います。今本日は総務省前での抗議集会ということです。
クレート地方が対等の立場に立つというふうに法律が改正されてから国地方係争処理委員会は公平中立の利権のもとに取り組むんだというふうに説明されております。しかしながらこういうふうなのを過去2回の委員会の判断を見ますと、まあ、労働組合の立場で言いますとそんな茶番劇をやってくれたなというふうに受け止めるしかありません。安倍政権の意向を睨みながら判断をしているというのははっきりしています。係争処理委員会が何をもって判断基準を行うのか、その説明がきちっと出されたことは一度もありません。根拠も示しておりません。それは公平中立の委員会の立場ではありません。だから国の安倍政権の言ってることを指示をする委員会にしか過ぎないというふうに思います。こういうふうな姿勢が2回も明らかになってきた以上、委員会の委員は辞任をすべきであるというふうに思います。辞任をしないのであれば辞任をさせるような運動を私たちは考えていかなければいけないんだと思います。国は地方と対等にやる考えは安倍政権は全くないと思います。うつよで固めた政策で私たち日本の人々を騙そうとするやり方はもう忍耐の限界に来ています。安倍政権の本質を暴露しながら沖縄県民と一緒になって辺野古新基地建設を断念するまで全労協は戦うということを申し上げて全体の挨拶にいたします。最後まで頑張っていきましょう。大森さんどうもありがとうございました。続きまして土砂全協から毛利さんから、アピールをお願いします。総務省前にお集まりの皆さんご苦労様です。辺野古に西日本各地から土砂を搬入するというのが大元の計画でした。それに基づいて私たちは西日本各地のさまざまな団体が集まって全国協議会を立ち上げ、私は首都圏の方のグループで活動させていただいています。で本日の要請にはですね、土砂全協それから瀬戸内海でですね、後でちょっと申し上げますけれども、海砂の採取の問題に対して、これをさせないということで、頑張ってきた環境団体である環瀬戸内海会議、この団体も、一緒に今日の申し入れ行動の中に、署名をして、提出をしてきたところです。先ほど来話がありましたけれども、この1週間、例えばイージス・アショアに関連をして自民党内からも辺野古新基地建設に対しては、疑問の声が出されています。また一昨日は、アメリカ議会で軟弱地盤活断層に関する疑問から調査をして、報告をきちっと出すようにというような、これはもう、まあ、なんでこういうことが本当の日本の中から出ないのかなというふうに思うぐらいですけれども、そういう動きが出ています。そういう中でですね、係争処理委員会の結論というのは全く時代の検証に耐えられないものだというふうに言わざるを得ないというふうに思います。少し、経過を振り返るとですね、軟弱地盤というのは昨年の1月に初めて政府は公式にその存在を認めました。ただし、その時は工期も工法も工費も
全く示すことはありませんでした。でその後技術検討会を経て、今年の4月の21日に設計概要の変更申請を出したわけですけれども、その申請の内容というのはほとんど新しい工事です。したがって設計概要の変更申請をやるなんていうのはもう政府の方の勘違いも甚だしい。本来政府がやるべきなのはまず辺野古の工事を中止をして国会と沖縄県に対してこの間の事情を積み隠すことなく報告をして少なくとも広く議論を進めること、そして辺野古新基地建設を断念することであるはずです。新しく示した設計概要の変更申請では辺野古に持ち込む土砂についてはこれまで 75% を西日本各地から持ってくるということを言ってましたけれども、それについて、そのほとんどをできるだけ沖縄県内から調達をするというふうに言い始めました。でまた7万1000本の砂食いについて新たに沖縄県で海砂の採取をやる。でこれは沖縄県の海砂の採取量の2年から3年に当たるという膨大な量になるわけです。でこれも全く新たに国が示した計画です。とても設計概要の変更申請などでやるような問題ではない、そういう声をぜひ大きくしていきたいというふうに思います。で情勢は極めて目まぐるしく動くことになりそうですけれども、沖縄の民意に連帯をし全国から連帯をして運動を作っていく、そういう運動が今ほど求められていることはないというふうに思います。私たちもぜひその一端を担って全力を挙げてこの運動を広げ、そして戦っていくということをお誓いをして挨拶に変えたいと思います。ありがとうございました。毛利さんどうもありがとうございました。それでは、国会法制執行委員会から報道提起をさせていただきます。今後の取り組みについて山原さんお願いします。本日お集まりの仲間の皆さん、大変お疲れ様でございます。まずこの間止めよう辺野古見立て国会法制執行委員会としまして、いくつかの取り組みを皆さんに案内してきましたが、結果として延期中止になった経過がございます。コロナ禍の調整とはいえ心配いただいた多くの皆さんの意に沿うことができず、また連絡体制の不備もありました。ここでお詫びをまず申し上げます。私たち国会法制執行委員会としての首都圏における役割と責任を踏まえ、まだまだ進むであろう首都圏における沖縄連帯の取り組みのより有効的な展開を考え、実行委員会でギリギリの議論を積み重ね判断させていただいたものであることを何とぞご理解いただきたいと思います。その上に立って当面する首都圏における沖縄連帯の取り組みをご提起し、皆さんのご理解とご協力をお伝えできたいと思います。大きく3つの取り組みを当面取り組んでいきたいと思います。まず本日総務省理事長清掃処理委員会に対する抗議の報道を行いました。農水省が違法な指示を行った大浦湾の4万群体ともいわれるサンゴを移植することを指示をした。これに対して沖縄県玉城デニー知事は遺憾の意を表し、これに従うものではないということを明らかにしております。今後の展開としましては、通知を受けた以降30日以内に福岡地方裁判所那覇支部に提訴が予想されております。おおむね7月末頃が日程とされます。この
具体的な行動に対して沖縄に呼応する首都圏からの取り組みとして那覇地裁に対する団体署名等を含めた沖縄が連帯した取り組みを行いたいということでございます。具体的な取り組みは沖縄県の第一の動きを見据え、その上で改めて皆さんにご提起させていただきたいと思います。2つ目でございます。ご覧のように設計会を変更申請が沖縄防衛局から4月21日沖縄県に出されました。58項目の申請の不備に対して防衛局は今その中身について沖縄県に回答をしたものであります。まもなく沖縄県は告示縦覧を行います。告示縦覧以降3週間の期限で沖縄県の募集する内容に対する意見意見書を提出する期間がございます。私たちは首都圏からこの沖縄県玉城デニー知事の設計変更は絶対に認めない、認可しないというこの決意を激励する意味を含めて3週間の期間でありますが、絶大な数の意見書を提出することを考えております。本日お配りしました A さんの用紙の裏表にその趣旨と具体的な書き方を記載しております。オール沖縄のオール沖縄会議からも全国へのこの取り組みが訴えられているところであります。多くの団体もこれらの取り組みに賛同し展開しようとしているところであります。ぜひ全ての皆さんが力を合わせて沖縄県に対して安倍政権に絶対屈服をしないというこの沖縄県を激励し、そして首都圏から意見書を本日集まった3000室近い数の5倍10倍の数を持って沖縄県に対する激励行動を行うというのが2つ目の行動でございます。ぜひ趣旨を見ていただき、限られた3週間の期間でございますが皆さんの取り組みに対するご協力をよろしくお願いいたします。最後3つ目でございます。昨年のこの時期に防衛省は行政福祉査法という本来使ってはならない法律を採用し、国土交通省を特区会になった沖縄県に対する不当な対応を行いました。これが関与取り消し訴訟、そして報告訴訟として展開されていることはご案内の通りであります。この報告訴訟でございますが、当初3月に第2回目の口頭弁論が行われる予定でありましたが、コロナ禍で延期されておりました。8月の3日に第2回の口頭弁論が行われる予定になっております。この取り組みに対しても沖縄県から具体的な展開が今予定されております。これもこの取り組みに首都圏から応する取り組みとして具体的な取り組みを行う所存でございます。これも具体的な中身については改めて皆さんにご案内し、ご理解とご協力を訴えていきたいと思います。1年前防衛省は国土交通省を利用して、そして今農林水産省を利用して、さらに総務省がバックになって沖縄に対するさまざまな攻撃が展開されています。これはまさに安倍政権が行っているこの間の報道が全て凝縮されたものではあったのではないでしょうか。沖縄にかけられた取り組みはまさにこの国の将来がかかっているものだというふうに言っても過言ではないと思います。私たちは沖縄の問題ではない、私たち自身の問題だということで、これからも沖縄に連帯し、首都圏における国会法実行委員会の役割と責任をじっくりと踏まえて、皆さんに運動をご提示し、ご提示し、共に戦っていきたいと思います。以上、報道提起をさせていただきます。よろしくお願いします。
山原さん、どうもありがとうございました。国会本日からの行動提起については、今後、インターネット、そしてチラシなどを通じて、呼びかけていきますので、ぜひ、ご協力よろしくお願いします。本日の抗議集会約100名が参加しました。最後に、シュプレヒコールで締めたいと思います。今日お配りした資料に、シュプレヒコールが書いてありますので、それを見ながらコールをお願いします。シュプレヒコール。国地方係争処理委員会の不当審査を中断するぞ。創設期の役割を放棄した係争委員会を許さないぞ。地方自治を指定し国の言いなりになる係争委は恥を知れ。農水省と防衛省が一体での沖縄介入を抗議するぞ。政府は工事困難な辺野古新基地建設を断念しろ。活断層の上に基地は作れないぞ。軟弱地盤の上に基地は作れないぞ。生物多様性の宝庫オーラを壊すな。新基地建設の税金無駄遣いをやめてコロナに合わせ。沖縄の差別を許さず沖縄の平和を目指し共に戦うぞ。ヘロコン新基地建設反対。ヘロコンの海を土砂で埋めるな。世界基地建設普天間基地を即刻閉鎖撤去しろ。首都圏から沖縄に連帯し